僕は背負い投げで勝ちます。しっかり俺の背負い投げを見てください。ケノスケさん、メッセージありがとうございます。アンポとジョリーのことは嫌いだけどケルのことは好きだよって言ってくれて、まあ嬉しかったっす。いやそうそう。ケノスケさん、僕が折れてる時もメッセージいただいたり、折れた瞬間にその当日ケノスケさんよくやって、ケノスケさんめっちゃ笑ってた。足折る時でメッセージいただいた時にケノスケさん、試合頑張ってくださいみたいな、もう倒してください僕の感じたら、ああ俺が背負い投げ教えてやるよみたいな言ってくれて。今回はまずは自分の名前がお前のツイッター回ってきたわ。彼に感謝に。なんだ彼に。どっから見せんの？だから俺のせいにならないところ。僕は背負い投げで勝ちます。はい、しっかり俺の背負い投げを見てください。ありがとうございます。ね、すごい煽り V とか映像の中ですごいケノスケさんの言葉とかめっちゃ感動した。すごい嬉しくて、なんかそのジョリーと試合して、そのなんか変な関係じゃない、もうずっと仲良くさせてもらったんや。そうですね、そこでこうやってまた試合があって終わってから、まあ、ジョリーとはまだずっとピリピリしてるけど、はい、もうこう僕たちとはこうメッセージくれたりやってくれて、やっぱ大人やなというか、すごい嬉しいですね。ケノスケさんってやっぱもう僕の昔ケノスケの髪型とか真似してた、俺アウトサイダーの頃から好き、そうもう大好きで真似させてもらってて、そんな人からメッセージいただけるなんて思ってもなかったし、代打でも出てくださる。そう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 。ケノスケさん、僕試合中に怪我してるからもう出えへんって言ってね、もうずっとジョリーの試合の前からもう怪我してね、その怪我しててもね、でもそれでももう今回俺は休憩するみたいななのに、もうテルのためやったらみたいな、まあためとかはないけどみたいな言ってくれたけど、すごい嬉しかったね。いやケノスケさん本当にありがとうございます。またゆっくり休憩して、また引退とか言わんといてください。ケノスケさんの試合面白いし、また本当にお礼させてください。また一緒に飲みに行ってカラオケでもして盛り上がりましょう。よろしくお願いします。